皆さんこんにちは。今回はいつもの情報募集動画になります。皆さんにもご協力いただければと思います。今回も多くのリクエストをいただいておりまして、その中からいくつか動画で紹介させていただきます。1つ目、青山テルマの怖い動画、ある動画を探しているそうです。2009年頃、青山テルマ JCB ドリームプロジェクトと YouTube で検索すると、かなり怖い動画が出てきたのだそうです。調べてみると、今もその動画についての質問は残っているようで、確かに動画は存在したようです。回答には、配信者は死にます、というような不気味な投稿まであり、ちょっと怖いですね。タグに青山テルマが入っているようで、そこで検索に引っかかっていた可能性はありますね。雰囲気的にはあの SM666 に近いような感じだったそうで、おそらく青山テルマさんのタグを使った釣りだったのかもしれません。もしかすると、今も転載された動画が残っているかもしれないので、当時目撃したことがある方はコメントお願いします。2つ目、ブルーハーツのライブ映像、あるライブ映像に映った奇妙な人を探しているそうです。YouTube にアップされていた、The Blue Hearts のライブ映像に、演奏を観客席の後ろから撮影したカットが映るものがありました。10分から20分ほどの長さでしたが、奇妙なことに演奏には目もくれずにずっとカメラを睨みつけている男性が映っているらしいのです。コメント欄でも指摘されていたようですが、人に優しく、か、情熱のバラ、が演奏されている動画だったそうです。検索しても見つからなくなったそうで、この動画を探しているとのことでした。非常に不気味な話ですよね。私もブルーハーツのライブはたまに動画で見るのですが、この件は知りませんでした。こちら、該当する動画をご存知の方がいらっしゃればコメントお願いします。3つ目、謎のアニメ、あるサイトでダウンロードしたアニメを探しているそうです。16年ほど前、掲示板検索というサイトでダウンロードしたアニメがありました。みんなの歌のような古い画風のアニメで、大きな皿の中央に小さな男が一人立っており、その周りを巨人のような女が3人で囲み、男をベロベロ舐め回すそうです。男はふやけて放心状態になってしまいます。動画内で狂気のような歌が流れます。当時、調べても情報が出てこず、何のアニメだったのか気になっているそうです。掲示板でダウンロードされたアニメということで、さらに16年ほど前となるとネットで配信された映像ではなさそうですね。こちら、情報をお待ちしております。4つ目、何年か前に見た映像、ある心霊映像を探しているそうです。何年か前？机の前に人形か何かが置いてあり、パッと目を離した隙にその人形がいなくなってしまったという映像があったそうです。その映像を探しているとのことでした。人形が動く系の動画は見たことがあるのですが、これに関しては記憶にないですね。数年前とのことなので、心霊番組か何かで放送されたものでしょうか。こちら、見たことがあるという方はコメントお願いいたします。5つ目、心霊番組の映像、ある心霊映像を探しているそうです。以前、テレビの心霊番組で取り上げられていた心霊動画で、暗い部屋の中で幽霊と思われるものがカックンカックンと首を揺らすそうです。暗視モードなのか、全体的に緑で、焦点がぼやけたカメラが左右に視点を映すと、体育座りをしたようなシルエットで、まるで首からしゃもじが生えたような大きな頭を振る人型の影が映り込むという映像だったそうです。再現 VTR があるような心霊番組ではなく、以前から Twitter で情報を募っているものの見つからないそうです。こちら再現イラストになります。これの首が揺れているとなると、かなり不気味な映像ですね。こちら、情報をお待ちしております。6つ目、TikTok の背後の絵。あるTikTokの映像についての話です。TikTokの映像に、奇妙なものが映っていると話題になりました。それがこちらの映像ですが、女性の背後の絵が不気味らしいのです。裸の男性と思われる人が横たわっている絵で、確かに不気味です。この件、多くの人からリクエストをいただいており、この絵は一体何の絵だったのか知りたいという人が多く、
私も調べてみたのですが、特に手がかりは見つからず、この絵は一体何だったのか情報を募集しております。海外の一室に飾られているものなので、特定は難しいかもしれませんが、何か情報があればコメントお願いいたします。7つ目、謎の画像。ある画像について詳細が知りたいそうです。今年の2月頃、5チャンネルの掲示板に貼られていたこちらの画像が気になっているそうです。街灯のすれはすでになくなっており、嵐が張っていた画像だったそうです。かなり不気味な雰囲気で、画像検索しても全く情報が出てこない画像になっております。しかし、この画像をよく見ると顔がだいぶ崩れてしまっていまして、この特徴を見るとおそらく AI で作成された画像なのではと思います。貼られたのが今年だったということで、AI で作成された可能性はあります。こちら、他に何か情報がありましたらコメントお願いします。8つ目、情報がない合唱曲。ある合唱曲について情報を探しているそうです。今から20年ほど前、小学校の合唱コンクールで歌った合唱曲の情報を探しているそうです。情報は上記の通りで、歌ったことがある、探している、という方は数名いるようですが、この曲の情報が出てこないそうです。曲名で検索すると動画がヒットしますが、どうやらこれは違うようです。確かに聞いたことがあるという方はネットにいらっしゃるようですが、曲の情報は全く出てこないですね。ちょっと不思議な話ですが、作曲者などの情報がわかる方がいらっしゃればコメントお願いします。以上、今回の情報募集動画になります。何か心当たりのあるものがあれば、ぜひコメントしていただければと思います。多くのリクエストをいただいておりますが、やはり私が一人で調べるよりも、皆さんにも協力いただいた方が解決が早いですし、私一人では無理だったものも、皆さんのおかげで解決できたものもあるので、本当に助かっております。ありがとうございます。たまにリクエストをどこに送ってよいのかわからないという方がいらっしゃいますが、基本的にはコメントに書いていただいて大丈夫です。ファイルを添付する場合だったり、一部情報を伏せてほしいものがありましたら、Twitter の DM でお願いします。